はい、のっぽさんです。最近ね、もうほんとこれすっげえなーって思った言葉をね、いただいたので皆さんにちょっとお伝えしようと思うんですけど、認知症、これ見解はいろいろあると思うんです。見解はいろいろあるっていうことを前提でね、皆さんにお伝えします。ただ私がしっくりきたなって思ったからちょっとお伝えするんですけど、認知症っていうものは今やもう病気じゃないんだっていうことをあるね、先生がおっしゃってたんですよ。で、最初はって思ったんですけど、この人生100年時代において、この年を重ねていった、まあ数値的にね、その75歳、85歳、90歳以上になったら、その認知症になる率がこう上がっていくっていうふうなことはもうよくグラフとかでね見られてると思うんだけど、もうその曲線を見た段階で今だから言えるけど、もう認知症っていうのはもう病気ではなくて症候群じゃないかって、誰もが当たり前に年を取っていくと認知症状がやっぱ症候群として現れてくるんじゃないかなっていう考え方を、発表されたっていうか、ある講演の中で話をされた先生がいてね、うわこれすげえなって。確かにその何年か前はね、その地方だとかっていうことを言われてて、それをまあ認知症っていう言葉に変えて、でまたそれが いろいろ研究されていきながら、いろんなその治療するための薬を開発とかっていうことをやってきた時代を経ていって、まあその中でやっぱ人生っていうものが100年時代だっていうふうな世間的に流れになった時にね、じゃあもうその認知症になるっていうことに関しては、それはもう病気じゃなくて症候群として、やっぱ皆さんがそのある程度の時期を経たらそうなっていくんじゃないか、要は物忘れっていうものと認知症は違うって言われてたけど、まあそこの部分がある程度ラップする部分が出て、ね、多くなってくる、やっぱ本当に出てくるんじゃないかっていうようなね話をされた時に、私はすごく腑に落ちたっていうか、そうすることによってまあ自分自身の不安も減りますし、自分自身がやっていくケアのやり方も変えていかなきゃいけないし、さらに言うならば地域をね、今その地域包括ケアシステムだとか地域包括とかって言われてる、要はスモールシティ、要は認知症になっても安心して暮らせる街とかいう、その街づくり自体の私自身が取り組む感覚もすごく楽になったっていうのが、その話を聞いた時の私の感想なんですけど、皆さんどうですかね。まあいろんなご意見あると思いますし、もちろんそのね、エビデンスっていうものをしっかりと持たれてるその先生たち、もしくは学会で発表されたものは、いやそんなんじゃないって、確かにそれはすごくあるんですけど、私自身はそれを伝えられたその先生のおっしゃった言葉っていうのはすごく腑に落ちたんですよね。認知症の第一人者である長谷川和夫さんが、その認知症になったっていうのが NHK のスペシャルだとか、もしくはネットニュースとかでいろいろ書かれたり放映されたりしてますけど、本当になんかあの時に多少私がねちょっと発言したものに対して批判的なものもあったんですけど、お医者さんがその心の葛藤だとか心の動きを、長谷川さんがねちょっと話をされた時のことを思ったりとかすると、まあこれはちょっと違うのかな、まあ違うかもしれないけど、本当にこの認知症っていうものがその症候群として当たり前にもしかしたらみんなのところに訪れるって考えれば、ね、その
出方っていうのはいろいろあるっていうのはそれはもう間違いないと思うんですけど、皆さんがもう本当に持ち合わせてるものだって考えれば、接し方、うん、自分が老いた時の不安っていうのはすごく心が楽になったなってことをちょっと皆さんにお伝えしたいなと思って今日ちょっと話をさせていただいております。いろんなね、見解をお持ちの方いらっしゃると思います。ですからどれが正解、ね、私の言ってることがそれは違うよって言われる方いらっしゃるかもしれないですけど、本当にその認知症が、うん、病気としてでなくその症候群として、ね、誰もがっていうふうなことを考えると私自身はすごく楽になったっていうことを今日ちょっとお伝えさせていただきたいと思います。